はい、常連、はい、常連のみゆです。みゆはい、二期生のさやんこと川越さやです。さやーやー、はい、本日、20歳10ヶ月を迎えましたみむらひなです。ひなちゃん、ごめんなさい、ひなちゃんおめでとう。ありがとう。本日は以上のメンバーでお送りします。6名ですね。はい。ます。今日はね、初日のメンバーがいたりとかして、ちょっと不安なこともね、あると思うんですけど、どうですか、はるるん。なんか、賑やか。そうでしょ、うん、それがテーマ。いいね。一人でするより楽しいよ、ね。いつもさ、家で一人でやるやってなかったから。そうだよね。たまにはあるでしょ。あ、全然あり。よー、嬉しい。じゃあリピート確定。これからは常連ということで、うん、リピ確定。マジでここでやってやろ、行こうって思った、うん、やって帰ろう。嬉しい、増えた。じゃあ常連なんで、じゃあ出席率もっと上がって、私たち大変なことになる、うん、全員ただでさえ高いのにライバーを。ちょっと今日は昼夜でみんなお疲れだったので、ね、スタッフさんがあのアイスをね買ってきてくれたんです。そうですごいじゃん。ポッピングシャワー、ポッピングシャワー聞いてください、はいはい、あのその時にカイリと、うんうん、カホがいなくて、その、うん、みんなに好きなもの、ね、何がいいかっていうので、うん、私は昔の記憶をほじくり出して、うん、カイリはポッピングシャワーで、うん、カホはラブポーション31だと思ったから、うんうん、それを言ったの、うん、そしたら2人ともドンピシャで当たったの。そう、うん、すごい。私がそう一番好きなやつをひのがもう言ってくれてて、届いてて、ちょっと、いや、サラダボールごと持ってきていいかな。いいやな、うん、まだあるね、わかる、なくなりそうだから、うん、誰が食べるの。じゃあいや、もうそう片付けてくださったかもしれない。ね、明るさがさ、めっちゃ漏れる明るさだね。あ、そう、フィルター入れてるの。見て、この暗さ。ん、どうすんのそれ。フィルターしてるのよ。フィルター、何のフィルター、何の おすすめ、やってみていい。え、やって。あのね、ヒノから教えてもらったの。あれ、なんか黒いね。なんか暗い。めっちゃ加工されてないですか。はぁ、しんろ。はるの顔が。どうしたの。いや、こけちゃった。誰、怖いよ。ちょっと後ろの加工。まだ迷いたい、まだ迷いたい。ごめん、何やってんのそれ。これ何ごめん、これ何、うん、ありがとう。これなくして、なくして、多分ね、フィルターなんだよね。めっちゃいい明るさだよね。見てみるね。画面そのものの明るさとかじゃなくて、え、それどう、私フィルター、マジ、うん、ヒノに教えてもらった。あ、なんかセットみたいな、プリセット、プリセットの一番ピンクのやつね、うん、あ、かわいい、確かに、そう、かわいい、確かに、確かに、おすすめ、うん、うん、あ、みんな新幹線間に合ったって、よかったね、よかったね、よかった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 、こんな感じで、うん、みんな忙しいのにありがとう、出てくれて、全然、え、全然、全然、嬉しかった、嬉しい、私も、当たり前、当たり前。これ何？白？これ何？ありがとう。ライブ王みたいな。そんなことないか。可愛い、ありがとう。え、顎が。みんなでアイス食べよう。うん、え、食べれてる？でも食べれる。早っ、みゆ。アイスまで食べる。ずっと持ってることが大事なんで。あ、まだまだ。よいしょ。チャード美味しい。うん。ね。あ、今日帰りの新幹線満席だってさ。なんで？なんかあったの？うん、なんかときめっせがね、某男性アイドルのコンサートが今日明日あるらしくて、だからホテルも空いてなかったらしくて、それと三原ひの生誕祭がかぶってたのそんな同等に扱わないでくれ。いやいやいや本当みんな気をつけて帰ってね、うん、優しい、うん、なんかさ、ポッピングシャワーじゃなくてさ、うん、私の好きなコットンキャンディーの色が変わってた。うん、ね、なんか紫じゃないよね、確かに、確かに、なんか柔らかくなって、かわいい、うん、え、かわいいよね、うん、味は一緒、うん、あ、そうなんだ、うん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 、みんな定番の味しか食べないの、冒険しないの、うん、冒険しない派かも、しない、なんか、いや全然さ、新情報入れてなくて、みゆは、うん、あの、なんだっけ、一番新しいバナナのやつって言わ
られてバナナ新しいやつでって言ったんだよ、ね、情報がすごいいいの。そこまでさ、サーティワンの新作を知り得てないから、うんうんうん、そう絶対これが食べたかったの。そうか、そう、うん、嬉しい。青じそ食べた。青じそ、青じそ食べれるの？のドレッシング、ドレッシング、あ、ドレッシング、ちょうだい。でもはるかも今日コーヒー飲んでて、そうね、びっくりした。ブラックコーヒー、ブラックコーヒー飲んでてよ、うん、すごいよね、うん、飲めないんだけど。どうしたの？え、普通に飲めるんだよね。大人になった？昔から飲めるの。あ、そうなの？いつから？初めて飲んだ日から。気づいた頃からだよな、うん、ひなも飲めるの？うん、飲めるけどさ、自分で選ばなくない？そう、苦いって思わないの？苦いけど飲めるってこと？いや、なんか眠い時とかさ、あとか、なんか甘いもの食べてる時とか、うん、へえ、もう結構自分微糖普通に食べれば、うーん、コーヒーやったら、え、うま、微糖、微糖、微糖、ね、微糖、微糖食べるわ、微糖って聞こえた、美味しい。テロップにアフターパーティーをさ、テロップ生誕祭アフターパーティーにしててさ、うん、アフターパーティーのアフターパーティーです。え、なんかすごいね。うん、これでもうタッチ置き方が違うよ、うん、これなんかプロじゃない、うん、プロの角度だよ、うんうん、いつもプロ。私たちなんてスマホスタンドなのに、うん、三脚本当だ、うん、いつの間にこんな三脚が豊富に揃ってたわ、うん、かる、なんか増えたよね。増えた、ね、どうせメンバーが配信するからさ、優しい、環境が、環境整ってるから、ありがとうございます、うん、うん、本当ありがとう。アフターパーティーはどんな感じだったの？だって、あ、そっか、うん、みんな知らないのか、そっか、あれを知らないのか、マジか、あ、あれを知らないのか、うん、同じこと言って、なんかどこまで言っていいのか分かんないんだけど確かに言っちゃう、悪いことあるの？映像として見せなければ、うん、どうぞ、もう見せられないじゃん。じゃあ説明します。全然違うこと言っとく。あー、いいね、また流してくる。みんなで丸盛り踊ったんですよ。あー、めっちゃ楽しかった。そうですね、ね、うんと、まあ、みんなで話、トーク、普通にトーク話して、うんうん、で2曲フルで歌わせていただいて、うん、1曲目がアドさんのオドっていう楽曲、結構ラップとかあるかっこいい曲で、うんうんうん、で2曲目が YOASOBI さんの群青っていう、前にファイナリストライブで一発目にみんなで歌った曲、その2曲が結構そのみんなも盛り上がれるというか、そのみんなも歌う場所がある曲だったのでそう、なのでちょっとみんなと一緒にやらせていただきました。でもすごい楽しんでくれてる。ってのは嘘です。え？あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ひのちゃんのラップさ、またピアノ時より上手くなってないってきてんだけど、そう思った？思った。あ、本当？よかったよ。よっちゃ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 。かわいい。ひののやつ見たかった。うん、映像あるよ。え？あ、映像見たじゃん。生で。あ、生でってことね。うん、とかとひのちゃんの生歌感動しました。だって、ありがとう、感激しました、嬉しい。全然普通に特に練習もせず挑んじゃったから、めっちゃ歌い込んでたんだと思った。私も今日のために特に最初のアドの方、うん、あは普通にアレンジがもう、うん、あれで一人カラオケでよく歌ってて、これより準備したというよりはもう日頃からですね。なんかいろんなさ歌い方ができるようになる曲だから、練習して損ないなと思って。すごいね、すごかった、よかった。群青の方はマジで一回も練習してない、多分、うーん、だから最後息足りなかった。全然なんか会話がレベルが高いね。レベル高い。お水さ、うん、持ち歩いててさ、重たくない？重たいよね。めっちゃ重いじゃない？うん、うん、重いよ。毎日買ってる？うん、うーん、毎日2リットル2本買ってる。うーん、うん、修行じゃない？2リットル担ぐ。まあまあまあ、言うてね、徒歩なんか数分とかだから別にそんなに重くないけど、
食品もそうだけどさ、うん、飲食、飲み物代みたいなすごくない？わかる。かさまない？え、うん、確かに。水道水は飲まない。飲んじゃいけない。飲めない。水道水 NG？ なんか、うん、あれ頼めばウォーターサーバー。の方が高いの？今のためにあるよね。あの方が高いの？そう。うん、なんか水道水も応急処置で飲むけど、なくなっちゃった時は。応急処置。普通に私の飲み方で水道水飲むと、なんか一定量超えると体調悪くなってくるんだよ、自分の中で。その成分がどうかは分かんないけど、だからやっぱミネラルウォーターの方が安心にする。だからまあ、なんていうの、基準法で言ったらその水道の方が高いんだけどね、その不純物というか、え、食品衛生法みたいなのだとミネラルウォーターよりも水道水の方が高いのよ、その安全値が。あ、そうなんだ。確か、そうそう、確かね、ミネラルウォーターの方が低いの？え、そうなんだ。安全値っていうか、そのなんかついていけない項目かな、なんかみたいなのがあって、ごめん知ったかぶりだったら。でもなんかいいよ、そうだから、ミネラルウォーターの方が、まあ、すぐ冷えてるし、あとは飲みやすいし。確かに。すごいね。うん、まあ、2リットル高くてもまあ100円で買えるからね、コンビニで。うーん、安いと68円とかコンビニで。でもさ、お外にさ出る時ってさ、うん、やっぱさ、うん、1日何リットルを目安に、目安というか、大体どのくらい飲まれてるんですか？ところ取材始まった飲まれた。どんぐらいの時間、何のために出てるかによる。あ、え、でもさ、結構話を聞く限りさ、なんかいつの間に飲んでるんだろうみたいな。分かる。そんな量を、ひのちゃん、確かに飲んでるとこは見かけるけど、そんなに飲んでるだし、うん、その分やっぱお手洗いさ行かないといけないから、うん、いや、それだから行かないですけど、ね、うん、あ、うん、そうかそうか、うん、そうだよね。なんていうの、お花、当たり前のこと言わないで。ごめん、ね、行ったことないですよ。あるの、もしかして。行ったことない。あるじゃないの。あるわけないじゃん。でもね、よかった、当たり前じゃん。そういうの行かないの。びっくりした。それでそれ、いや、だからその花摘みに行く回数とか、そういや変わってないじゃん。いや、そのレッスン中にやっぱお花畑に移動するとかっていうのは、もうやめようか、うん、とか結構さ、こう業界をとやってると大丈夫？それ大変だ。6個の携帯があるんだよ。やめて、お花摘みやめて。ヒノがかわいそう。ヒノは摘んでないし、すごいと思って、なんか密着してみて、どうこうしのいでいるのかっていうの、見てみた。いや、普通に困るけどね。なんか喉乾く場所、サウナとか行った時は大変だけど、汗かいたりさ、もう砂漠とか。汗かかない。あ、まあ今大丈夫だけど、砂漠とか。砂漠はガチで行かねえよ。当たり前だよね。うん、それどころさ、でも私たちね、普通にこまめに水分取らなきゃいけないけど、だからヒナはどうなるんだろうって。確かに砂漠行けないじゃん。マジ行けないと思うの？行けないと思う。どうすんの？もうずっとこう寝ちゃうんじゃん。若い人ならこんな上で寝たいのに。めっちゃに。でもしかしたら MV のさ、撮影を砂漠で。だったらさ、いいのやばいよ。やばい。なんかさ、トラックとかさ、なんかそういう液体運ぶようなさ、なんかもう車両用意してもらってついてきてもらおう。あ、火のダメじゃん、したら、うん、死んじゃう。でも撮影できない。火のだけ合成だ。確かに。砂漠ロケできない。砂漠ロケできない。やばいね、うん、みんなやがるだろ、日焼けするっつって、うん、行ったことない砂漠。あんま、まあ、鳥取砂丘ぐらいじゃない、行く可能性があるとしても、うんうん、ね、そこ行きたい。え、でもそうなの、だからなんかご飯食べながらが一番多いかな。砂漠、水、違う、砂漠終わったの。え、そう、あのお水飲むのは、そう、だからなんかいわゆる今これちょっとあの何入ってるんですけど、うん、普通に一口が大きいのよ。あ、なんか、え、それってさ、詰め替えたの？あ、そうなんだ。なんか喋ってる。マジの感じ。一口がこんなもんなの。え、やばい。あれ見ながら飲んだ日の。ワンちゃんのさ、この頼む時の減り具合。そう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 。確かに今めっちゃ減ったよね、うん、だからみんなさ一口
ったらこんぐらいやん、うん、そうなんかもう口に含んでそのまま飲んで終わり、それじゃ満足できないの。えじゃあ口に含んで飲んでまだ口外さずもうこうどん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 流し込んでる。じゃあさ、はい、お酒とかも一気に飲んじゃうの？え、お酒はね飲まないようにしてる、うん、でも飲もうと思えば多分飲めれると思う。やめて。いや、ね、炭酸は一気飲みできない、うん、空気入っちゃうから、うん、確かにだけどすごい、それそうだよね、うん、でもその炭酸系じゃないのは全然一気しようと思えばいけるかなって感じ、ね、しないようにしてるけど。深いね。めっちゃ苦手で私一口ずつ外さないとなんか飲めなくて。あ、そう、ゆの子もそんな声で言ってた、ね、そう、うん、こうやってごくごくごくって山田も飲めない。全くできないわけじゃないんだけど難しい。そんなね、大量にある、うん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 、私も昔はそうだったけどね。変わってったんだよ、ね、何が日のをそうさせたの？体調不良心配になる。だってさ、3、4年前ぐらい私本当に真相だったの覚えてる、うんうん、覚えてる。え、3、4年前だっけ？最近じゃない割と。いや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 、いや加入してすぐの秋、うん、やばかったね。そうだっけ？一気に最初一気に何キロぐらい痩せた？一気にね、6、7キロぐらい痩せた時だったんだよね。あの時期やなんかめっちゃ飲んでたもんね。うん、もうそれをその回に飲んでたよ。なんかその一発目はなんか前日に牛丼食べたの、うん、で次の日朝自主練で、でなんか体調悪かったから、まあでもなんか食べなきゃと思って桃のゼリー買ったの、うん、そしたら桃のゼリーが食べれなくて、固形物が一切食べれなかったの。そうだったの？でもその代わり水ばっか飲むみたいな。あ、そこからなんだ。そう、うん、なるほどね。わかんないけど、まあなんか、ね、そう、いわゆるストレスとか自律神経とか、うん、めっちゃこぼすまな。そういうのなんだけど、ね、ティッシュここない。もう自律神経ねえねえ、これ取ってこの紙ね、やっと。へえ、突然起きるんだね。だからはるかも明日からそうなる可能性ある、日のみたいな。でもさ、二十歳からなんかみんないろいろ変わるってさ言うじゃん。変わるね、うん、変わる。私すごいそれ怖くって対策したい。何？あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、みんなギフトの前で聞かれちゃいました。ごめんなさい、みんなフジオーバー。ハルカイが、めっちゃ面白いよ。さっきハルカのも食べてたよ私。食べといた。ごめんなさい、話どうぞ。すいません。そうそう、あ、予防したい。そう、予防したい。老けを予防したい。老けというか、まあなんか体調もそうだし、肌とかもそうだし。え、無理じゃない？そう、ぶっちゃけ。そう、え、じゃあ何が変わったかさ、あの、言わない？まず。え、そんな変わってない。正直。え、なんか私は。私が重い。私が。なんか胃もたれしやすくなっちゃった。はい、そう、わかる。そうなの。なんか油っぽい。そう、コンビニのなんかその油っぽい何かとか、なんかわかる。油が好きなの。油っぽいのが好きで、好みは変わってないんだけど、勝手に胃がそうすぐ満腹になっちゃう。満腹になる。そう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 。今まで、そう、自分で食べれると思っても食べれなくなっちゃう。なんかもう満腹、食べたいんだけどもう満腹になっちゃう。満腹の胃が。満腹はわかんない。怖い。いきなりこうしてます。怖いなるから怖い。怖い。そうなの。プロだね。今まで本当に。それは確かに変わった。確かに。あと私睡眠時間が変わった。なんか学生の時とかは、うん、そのなんだろう、学校の徹夜とかしてても、うん、まあ、ある程度行けてたのに。わかるわかる。でも、うん、あの二十歳超えてから夜更かししたら次の日に影響出る。うん、私逆なんだけど、今まで規則正しく生活しすぎて、二十歳過ぎてからめっちゃ夜更かしするようになって。ああ逆に、それでさ、ね、よくな、わ悪い？うん、全然。あ、まだ悪い。私まだ睡眠時間短い。あ、そう、ミユの夜更かしが夜更かし。夜更かし何時に寝てるの？ちなみにその夜更かしは。え、2時から4時ぐらい。ああでも、ね、連絡してよ。絶対起きてるから。まだ分かった分かった。まだは起きてる。うん、本当は寝てください。そうですね、うん、いやそうだよ、うん、いつか体壊すよマジで本当に、うん、寝れないんだもん。しかもこの人寝ないだけだよ。携帯話してじゃあ、うん、え、話そうとしたのしたら、うん、離れないの。離れないこと想像してる。やめて、みんなに見せてた。見せなくてギフト来たのかと思った。違う、ごめん。違う。マインドとしてはもう私は寝るマシンって思った
ったらいいんだ。寝るマシンって何？寝るマシン。ロボット。ロボットなんだね。私はロボットです。そうそうそう。だから私ロボットです。怖いよ。洗脳される。違う違う。怖いよ。ちゃんと理屈があって、みんな。お疲れ様でした。みんなそのやらない理由を。映ったよね今ここ。私の帽子だ。いけたかな。まあまあ。みんなやらない理由はいっぱい探れんのよ。だけど、うんうん、だからそこを超えるためにはもう何も考えない。思考しないことが大事だから。だからまだもう。私はもう寝るだけ、寝るマシン、寝るマシン、寝るだけ、寝るだけマシンです。お風呂もそうだ。あるよね、なんか精神統一みたいな。あ、そうそうそう。仲間が増えた日なの。あ、なんだっけ、なんだっけ、その名前。マインドコントロール。あれだよね、2文字だよね、漢字で。そうだよね、漢字で2文字。何？瞑想。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 それが分かんなかったの。瞑想だけさ、目つぶるので、何もしないのか。じゃあ一回みんな瞑想しよう。あ、じゃあやろっか。じゃあ行きます。何も考えちゃった。え、でも用意ゴー。はい、ミユ失格。はい、帰る。何なの、誰がうまい、誰がうまいか言って。目開けたままもありなの。え、じゃあ観察してた。あ、そうだね。観察しないで瞑想ね。いいらしいよね、なんか瞑想で。まだあれ行ってみたい、うん、バチーンってさ、後ろから叩くて。お祓いの、お祓いの、ね、飲まなくないから、別に。やめて、やめて。お祓い、お祓いにしては力技すぎだよ。え、でもお祓いバチンって叩かれるよ。ねね、大丈夫。うん、大丈夫。されたことあるの、お祓い。 え、バチンされたの。毎年知ってるから。え、なんか霊がついてるの、それは。いや、ついてなくても、なんかこう、ジャーッ。え、ジャーッ。バン、バン、バン。え、いいな。行きたいかも。座禅、座禅。あ、それそれそれ。座禅。全部思い出してくれる。いや、今のはコメント見た。コメントの、それ。座禅。座禅。帰りだけ呪われてるって言ってたの。なんか。あ、そうだよね。私が。行きな。お祓い。本当に行きたい。高い話ね。行きたい。あるの？帰りがあるんじゃないの？え、MC で言ったことあるんだけど。聞きたい聞きたい。え、何だったっけな。妹、まず妹が結構怖いテレビとかが好きで、一緒に見てて、うん、そしたらなんか、うん、こう家とか、なんか家とか劇場でふとした時に人影を感じるようになった。え、家で、うん、家とかで、なんか人影気のせいで。家とか劇場とかでってこと？そう、え、劇場も人影だよ。あ、今ここにはいないの、ステージ。え、でもそれめっちゃいいよね。そう、ここ楽屋じゃない、影じゃなくて。え、なんかどこの劇場もあるって言わない方がいい。あるんだ。なんで？でも楽しいところに来るらしいよね。あ、でもうちら楽しいんだってことで。イエーイ、ポジティブ。ギャルすぎる、ギャルすぎる。ギャル、イエーイ。こんばんは。うん、うちらと一緒に楽しみたいんだよ。うん、オタクってことだね。うん、お化け。でも確かに、なんかさ、誰もなんかさ、ステージでさ、そのなんだろう、公演中とかはさ、出入りしても別に怖くないけどさ、本当にさ、ライトとかも全部消して、怖いよね。さっきさ、一人で裏のとこ通ったんだけどさ、なんか気味悪かった。ね、怖い怖い。誰もいないの怖い。気味悪かった。怖いね。お化け屋敷行きたくない、みんなで。え、行きたい。あのさ、富士急のやつ行きたい。ねえ、わかる。行きたい。私お化け屋敷入ったことない。嘘でしょ、マナと入ろう。かわいい、それ一回も入ったマジ。本格的なの私もないかも。私も入れない。入れない、入れない。そっか、苦手だよね、怖いのね。じゃあ、あの見るのは好きなの。あー、そうだね。自分が体験するのが嫌だってこと。うん、脅かしが嫌だ、私。うわって、脅かしたい、逆に。大きい音急に出ると。そう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 、わかるわかるわかる。へー、楽しいよ。でも、でも興味はあるから、めっちゃ囲んでほしい。もうメンバー全員が、あ、うちのことを絶対にガードする。お化けのことかと思う。それ、そういう条件で入りたい。行きたい、行こう。新潟のお祭りとか。新潟ってお化け屋さんやるの？ドベって言われた。やったー、大会始まる。めっちゃハートありがとう。見てます。
なんかカンバラ祭り、なんか新潟のカンバラ祭りってあるんですけど、そこのお化け屋敷何回も入ってて、そこはお化けが追いかけてくるんですよ。そうなの？そう、怖いって言って鬼ごっこじゃん。そう、待たないで勝負したい。しばらく追いかけてくるからなお怖くて。え、勝負したい、勝負したい。多分いいと思う。みんなで行きたい。みんなで行こう。みんなとなら、うん、わかる。富士急のあれとかもすごい怖いよね。うん、入ったことない。絶対入れないんだけど。入ってみたい。わかる、入りたい。興味ある。うん、うん、でもさ、あそこって本物の幽霊いるんでしょ。ね、言われてるよね、うん、もうそういうの集めちゃってるんだろうね。1匹いるらしい。ね、幽霊って好きなの。なんなんていうのか。人じゃないんですよ。あ、1人1人、あ、そうだ、1体ね。これやっぱダメだ、火の落ちそうとするとめっちゃ刺さっちゃう。1匹呼んじゃうから。怖い。なんかさっきあのはるかがね、なんだっけ、あのさ、将来自分がおばあちゃんの時になったように見返す動画を撮ってたの。突然回し始めてる。うそ、めっちゃ怖かった。本当にもう突然、なんか日野のその生誕の黒板とかを撮ってる時に急にはるかが動画回し始めて、そう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 、何って言って、おばあちゃんになったら見る。自分がおばあちゃんになった時用に見る動画と思い出作りしてる。え、同性誕祭で。でもさ、日常的なさ、この風景とかもあるね。なんか、うんうん、なんか後で見返したらさ、もっと欲しいって。確かに、確かに、わかる。わかる。意外と忘れてるもんね。そう、わかる。確かに、うん、みんなでさ、50年後の自分に今伝えない、うん、今72歳あ、70、そうだ、72歳って何してる？何してるみんな。やばな、ジェットコースター乗ってる。何してんの？ジェットコースター。どうして乗ってるよ。もし本当に何ジェットコースター当たり前だよ。かわいい。かわいい。みんなは何してるんだろう。68? 68だ。はるか68歳。いける？68と72ってあんま変わんない。変わんないよ。そこまで来たら変わんないから、うん、何しようかな。どうしようね。ボカロ歌ってたいな。おばあちゃんがボカロ、いいんじゃない。いや、かっこよくない。いいんじゃないで。やりきそう。できた。なんか出会える。全然映ってない。ねえ、思わない。ねえ、みゆも入れて。収まらないで、そこに。でも勝手に収まらないで。迷ってるぞ。みゆみちゃんはさ、帽子がいい味出してる。ハワイ帰りのなんか。ハワイ帰り。ハワイ帰りの人みたいな。やめてほしい。こうなってましたよって。みたいな。気まずいよ、かわいそうだから。みゆ。みゆ。みゆ。かわいい。普通に、みゆのさ、なんだっけ、ミニムランのやつ、すごい普通に後ろでかわいい。なんか、かわいかった。うん、やった。それで見て。あ、そうそう。はるか、もらったちもやったのにね。ぜひ、あの、合成で。どちらもやったんだよ、みゆ。みゆは。みゆは合成。わぁ。混ざってさ、誰？三村と火の混ざった。三村と火の。それで何？そのはるちゃんのさ、面白 MC の前半はちょっと聞けてなくて。あ、じゃあ聞いてないわ。じゃあ言わない。だってさ、あれ？火のがいないから言えることでしょ。そうだよ。そうだよ、ね、だからダメだよ。ダメだよ。確かに。そっか、見ちゃダメ。なんか途中から聞いた。夢も飛ばして。カホぐらいが聞いた。あ、じゃあまだ聞いてないわ。先に言った。めっちゃ早く言ってた人が、うん。そうだよ。秘密の話言った。ね、みんな。マディ。何話したっけ。何話した。普通に聞きたかった。何話したいの。会議もいなかったでしょ。会議もいなかった。そうさえないもんね。マカハグマオカ。え、なんで？ヒノはね、うちのこと好きなんだよ、知ってる。え、答えも言わずとも逃げられた。
ってる、気づいてた、逃げられたね、気づいてた、逃げられたね、逃した、私好きだよ、わ、ありがとう、いろいろ、え、うちのやつ言っていい、うん、あのなんだっけ、いないからこそ言えることなんだけど、うん、だけマジでこれは気になってたの、あー、あれか、君のニュースでさ、うん、履けるときにさ、こうさ、ランプ持ってさ、なんかさ、演技してない、なんかさ、なんか大回りしない、え、なんか大回りはしてない、うちは、アドリブ普通に履けたいから、うん、普通に準備あるから、うん、行くじゃん、こだけどなんか止まってんの、こうやってずっと止まってんの、ってるかな、演じてたの、帰りだから、え、あれはもう、あ、アウトした後、アウト、ありがとうございましたで、もうバイバイの時に、あれは普通に去るだけじゃん、うん、なんか演技してるよ、演技してるし、みたいな、やってて、うん、あれ何なんですか、え、初日からずっとあれやってる、何なんですか、え、なんかランタン照らして森の中に入っていく人の演技、あのね、それ後ろにうちいる最後なら森の中、面白すぎる、後ろうちいるから、細かすぎて、え、ごめん、怖すら、怖いから、え、ちょっと今度注目しよう、ね、注目して、え、どっち、髪手、うん、え、でもそれやってやんなくやなっちゃう、いや、やる、やってね、ルーティンなんでしょ、やってね、みんなで見ようだね、え、だから誰か気づいてるかなって、え、でもうなずいてる人いて、そう、気づいてましたかって言ったら、うんうんうん、あ、そうなんだ、ちらほらいた、あ、ほんと、え、絶対毎回やってんの、ないちらほらいたよ、だから、え、聞かれなかった、面白い、うん、多分、うん、ん、見逃してたらごめん、え、レッスンではやってない、やってそんなにいや、レッスンで今日第1部終わりのやつとかやんないから、やってないあそこはさ、終わりだもん、ね、そもそも、え、そっちずっと思ってて、何なんだろうって、え、続けちゃダメ、いいよ、え、いいよ、いいよ、心構えだと思う、え、今度見たいから、なんかずっと思ってて、さすがに最近めちゃめちゃ気になり始めて、演技なのか、たまらないのか、何なのか、え、気づかなかったわ、何してんの、ちなみに、宇田さんやの元ポジションの美晴さんは、先に履けてた気がするんだよね、分かる、待ってくれてたんだ、さや、分かんないけど、なんか列的にうちが最後なのよ、日のうちでこう出る感じの列ではあるの、なんか抜かしてた日もあったの、遅いから、うん、だけどなんか抜かすのもなんかさ、すぐ去りたい人みたいな、なんか 見栄えもあれだからさ、待ってたんですけど、昨日がそういうことずっとやってるから、何してんの、え、いや、なんかさ、みんなあそこ履けるだけやん、で、うん、ありがとうってバーって履けるから、うん、いや、なんかちょっと味気ないなと思って、うん、なんかそういうちょっとなんかミッキーみたいなのに、え、じゃあさ、私たちもなんか演技しながら履けない、確かにそうだね、一人一人も今度やろう、なんかしてマイ公演、人そうだ、ね、人動きしてから、うん、え、しかも履けながら演技してんだよ、あ、わかりました、履けながら演技する、でもじゃあさ冷蔵庫やる、それ冷蔵庫箱、どういうこと、冷蔵庫箱でながら演技する、私めっちゃ困るじゃん、待ってなきゃ、あの時帰れちゃダメだ、みんな君のニュース、手点だったらギリ映るかもしれない、手点だったらギリ映るか、しかもだって3人が通った後、私横から出るからね、ヒノが、あ、確かにそうじゃん、あれなんか今日なんか私言ったよね、なんて言ったんだっけ、え、何も知らない、なんか3人、あ、冷蔵庫の後、あ、そう、なんか低すぎだろ、あ、違う、アルプス300、360m、 そうっていうことで、低いの360ってだってあれだよ、あのスカイツリーで630武蔵よ、うん、あ、そっか、確かに多分、あの言いたかったの3776でしょ、全然違う、知らないもう知らなかった、マラがそんなの知ってるわけないでしょ、富士山の標高かと思ったの、あ、そうなの、うん、なるほどね、今日の昼公演でバッチリカメラに映ってましたよ。映ってたらしいよ。え、これランタン見なきゃ。え、見よう、見て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 。どうしよう。皆さんも注目してください。そう。恥ずかしい。ずっと思ってたのうち。恥ずかしいよ。そうなの。やばい。メール書いてないね。確かに、でもこんな時間なんだ、何時までにする、10時から始めたよ、多分うちら半までじゃあ30にしようか、しますか、はい、30分までやります、いいの、もうちょっと残って一人でやろう、うん、あ、今よ、せっかくなんでね、せっかく最近の口癖せっかくなんでね、なんかさ、すごい自分を正当化するのにめちゃめちゃ便利な言葉だと思わない、せっかくなんで、うん、なんかいろんな
こうなんていうの、いろんな理由をさ、まあでもせっかくなんでって言えるから、うん、すごい便利な言葉だなって思っちゃった。確かに、うん、当たり前も便利だよ。でもちょっと当たり前はさ、ちょっと上からな感じありますね。なんでよ。でも嬉しかった当たり前だよね、みんな。あのでもそう、あのみんなにこれからも一緒にいてくれるよねみたいな聞いた時に当たり前って言われた時嬉しかった。ほら、使い方によって、ね、使い方次第嬉しいんじゃん。帰りの使い方が悪い。あ、治った治った、治った治った、治った治った。当たり前とかはダメ。でも今みんなさ、当たり前って使ってない？え、使ってる、うん、分かる、映しちゃったそう、当たり前に当たり前、うんうん、ウイルスみたいな、みんな言ってる。え、ミユでも言ってないか。言ってる。ミユはね、ミユどこで言うの？ミユがさ、当たり前とか言ってる。怖くない？え、でも当たり前、でもミユ当たり前でしょっていうの聞いたことある。まあ、でしょ、でしょ、でしょ、マナのは当たり前、当たり前。ごめん言い方が違うからじゃあ今度から使って、はい、どんどん使っていきます。はるかも使って、使ってる。え、ちょっとだけ使ってる。そうだよね、それ聞いたことある、聞いたことある。そう、なんか温かい言葉だなって。そうでしょ当たり前だよ、そんなの、うん、何にでも使えるから当たり前って。確かに、うん、踊らないで、ごめんなさい。やばい、眠くなってきた。ダメだよ。え、聞いて、昨日さ、昨日リハ終わって帰ってきて、うん、7時半とかだったんだけど、うん、そっから寝ちゃって、うん、あら、あら、大変。11時ぐらいに起きて、そっから配信して、うん、で、そっからお風呂入って、配信では、まあ、2時半ぐらいに、1時半か2時半に寝たらいいなとか言ってたの、うん、まあ、そういう時って大体3時半になるんだよねって言って、うん、寝たの4時半だったんだよね。やば、なんで？え、目覚めちゃった？いろいろやって、あ、で、そう、しかも30分ごとに目覚めるの。緊張してたんだと思う。あ、めっちゃ寝落ちとかもあるから。あ、そう、そっか。なんかそのお風呂でそのシャワー浴びながら、あの生誕のプロット考えてたりとか、プロット、いろいろ、あとネイルしたりとかね。あ、自分でやったの？あ、今日全然普通に、うん、あ、今日、まあ、今朝とか寝る前に普通に、あの、あれだよ、マニキュアのタイプだけど、うん、とかやってて普通に。そう、全然寝てないし、ね、めっちゃ見せるじゃん、ネイル紹介ない、何もないの、うん、カエルの可愛い、綺麗じゃない、うん、いちご、いちご見せてほしい。あ、いちご、爪の中が綺麗だね、いちご、いちごみたいな。はるちゃん、ネイルする？ネイルしたいかも。似合いそうだよね、ゴテゴテのネイルとか、可愛いの似合い。ミカさんみたいな、ゴテゴテの、うん、やりなよ。ちょっとまあそれでもなさそうやりなよ。なんかさ、あの農業とかさ、いやー、わかる。そっか、確かにね、確かに。仕事次第でさ、結構例えばラーメン分で結構すぐ外したりするじゃない。そうだよね、私もそれが嫌で全然やらないんだよね。確かに、なんかいいタイミングの時にね、わかんない、それこそ生誕祭とか、次の生誕祭とか、うんうんうん、確かに、確かに6月ですもんね、うん、そう、絶対私よりはるちゃんの方が早いから。え、でもひなちゃんさ、結構もうスパン短いってことかな。でも、まあ、次普通にできたら一回休ませてあげた方がいいよね。そうね、みんなをね、とりあえず、ね、だってもうすごかったもんね。いや、これすごいよね、すごい、めっちゃおしゃれだよ、うん、そう、ロビーのさ、やつめっちゃすごかった、うん、そうなの、これ今持ってきた衣装だよ、衣装、わかる、かわいい、すごい、かわいい、これも普通に器用な感じで、ね、器用だね、ふわ、あの、なんかね、ファンの方これすごいよね、すごいよね、うん、みんなね、毎回、毎回みんなどうやってんのってすごいよね、ね、すごいね。それ写真？これ多分写真をね、トレースして描いてくれたのかな。めっちゃ火の顔が、ね。あ、そうそうそう。良くなってきた。わかる。え、私最近さ、最近の寝相、好きな寝相が小枕ってこうやって寝ることなの。え、待って。え、一緒？ほらもう。え、今って寝る。こうではないけど。クロスさせてこう頭の上にこうやるのが、すごい快適なの。わかるか。わかる。手上げちゃうよね。そうそう、上げちゃうの。まだもう。え、ここにさ、幅をちゃんともたらしてる。あ、そう、もたらしてる。そう、枕ちょっと下に下げて。腕上げるの楽だよね。楽、うん、楽。赤ちゃんだってそれは。こう、赤ちゃんの。赤ちゃんってみんな腕上げて、頭届かなくてこうやってなって寝てるじゃん。そういうこと、え、待って。お腹の中って
こと私。いや、お腹の中はこうじゃん。あ、そっか。生まれてきた。ないんだいこれ。生まれてきた赤ん坊って。確かにもうこうやって、こうやって寝るのが一番。生まれた。手あげるの。こういうの。楽。こうやって寝てた。おすすめ。よかった。これいい。じゃあ今日やる。やってみて。みんなこれで寝よう。みんなそれで写真送って証拠写真。これやめて。これで寝たよって。寝ぞ。そう。私はいつも片足曲げて寝る。めっちゃわかる。どうやどうやって、こういうこと？こうこう。え、おなか。こっち横。何何外に？そう。同じ。骨格ナチュラルだから。ちょっと待って。同じ。同じ。これは同じ。わかんない。楽なんだけど、でもこれってどうなんだろう。私もいい。曲がってる足はさ、決まりはあるんですか？決まりはある。どっちでもいいです。こうやって。こっちでもいい。やり足してるから。やり足なんだ。そう。そう。投げてるか。え、同じだ、見ると。いたんだ、同じ。同じ。同じ。今日それやってみよう。え、めっちゃいいよ。なんかね、上げると楽ね。楽、めっちゃいいよ。シャツ伸ばしてるより、なんか片足曲げた方がなんかすっごい。縦じゃなくて横に行こう。そう、そう。なんか。やばい。おもろ。めっちゃ楽しい。寝るの楽しみだね。楽しいはこれで。楽しいこれで。楽しい。楽しいは足曲げ。みんなもそれで寝て今日。あ、みんなも皆さんも寝てみてください。推しと同じ寝相。寝相も揃い。寝方講座いきます。こうと足が4みたいな。4。左足曲げる。左足で。そう。それで寝よう今日。私は自分で肘枕、膝、うん？何これ？腕枕？腕枕して。悲しい。なんだこれ。自分で言ったよね。
違う寝相の話特集だね、みんな初めて特集なんだけど MC でやりたい、これ楽しいこれ寝相の話これ、ね、MC でかぶんないよ、MC ああこれ MC で話したらめっちゃおもろい面白い、寝方紹介寝方紹介自分の寝方紹介良さそうその場でみんな寝てもらう良さそう、悲しかったでもろかった、なんか知れてよかった、ね、知れてよかったなかなか見れることなくない早くさ、あ最近泊まりとかないじゃん確かに、ね、あったとしても一人みんながどうやって寝てるのか知れた相当レアですからね、レアですそうだよ、今見てるみんなレアレア情報え、誰がまっすぐ寝てるかなえ、マナ意外とまっすぐ見えてる。マナ微動だにしなさそうじゃない。そのまま、え、何？マナ微動だにしなさそう。動かないの、マナ。動かない。動かないの。本当に動かないの。え、これで動かないってこと？うん。だから朝起きてこれ。繋がってるなんか。このまま。え、違う、マナは繋がないの。万歳。ああ、万歳。繋ぎはしない。私だけだこうやって。え、夢かな？めっちゃ直立不動なの。あ夢なんてこのまま寝ない？あそうなんだ。あなんかいい子に寝あいや違うわ夢めっちゃ寝相悪い。あ寝相悪いよ。寝相悪いよ。寝相悪かった。そうだ。夢じゃない。いつも夜中に。ゆなこじゃない？いやわかんない。誰かめっちゃ寝相いいイメージあるけど。まだ。いやわかんない。うん、夢はたまにあの帰りは暴れるよ。うん私結構そうだよね。寝れない時動いちゃう。あと全然起きないの。起きない私そう本当に起きても全然起きない絶対起きない、なんかカイリのその寝起きエピソードいろいろありすぎてわかんないんだよね、うん、確かに確かにこの人だってそうだよね新幹線さ、うん、なんか握手会とかで新幹線東京着きましたで絶対そのバス車両に乗ってくるのカイリちゃんが一番遅くて確かに確かに確かにしかもなんかもう様子がおかしいの私はさ様子がおかしい何言った私すいませんすいませんみたいなねそうそうなの、確かになんか新幹線寝ないでほしいってごめんごめんあの東京から新潟帰る時も絶対、うん、あの終点だからさ安心して寝ちゃって、ね、車掌さんに毎回起こしてもらってる、車掌さんに着きましたよトン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 ってされてあありがとうございますって言って一回しかない私えそれ起こされたことない私本当に両手で数えられるくらい起こしてもらっててそうあんま新幹線で 寝ないかも寝ない子もね多いよね逆にね寝ちゃうんだよねうち寝るけど起きる、うん、起きれるついたらツバメさんぐらいで起きる、うん、なんかアラームとかかけられないじゃん新幹線の中でだからね寝ちゃう音出しでかければいいじゃんそんなんできんの音出しでアラームあブーブーバイブレーションやり方わかんないです絶対起きないそれじゃえそうそれで私が一番そう車両乗るの遅いそうだいぶ遅い前になって途中で降りなきゃいけないときに帰りが全然起きなくてさすがに起こしに行ったもん。わかるよ。長かったなんか危ないよ。一人で乗れないね。そのときめき鉄道さんのお仕事の時とか乗り継がなきゃいけないのにみんな寝ててマネージャーさんが起こしてくれる。やばいの。いやわかるそれ本当に。帰っちゃったよ。深いんだね眠りが。深い。一瞬にして深くなるの、うん。それめっちゃいいじゃん。うん、でも前も寝たら覚めないけど起こされたりアラームだったり一発で起きる。あえー、あでも起きる、ねうん、寝やす寝つきは良い寝ようと思ったら悪いでしょ絶対わかんないなんかいつ寝ようと思って、うん、いつの間にか寝てるからわかんないむずいな、どっちなんだろうね夜更かしの原因は寝ようと思ってないのか寝つきが寝れない違う寝ようと思ってないあの楽しくて楽しい何楽しくてその一日が思い出しちゃう寝ようとする今日一日やったことよーけどね寝れば楽しい一日楽しい幸せじゃんそうなんよ明日が来るの怖いめでたいねなんで怖いの何が怖い大丈夫です何が怖いの大丈夫この感情湧いたことないのあでもあるよわかるよわかるないよ最高なんで、なんで怖いのなんで怖いの心配だよ大丈夫みんな心配あ、ありがとうございますおもろいんだけどおばあちゃんまで一緒に付き合いわかるわかるどうなってんのみんな一
どうしよう。井戸端会します。ね、いいね、同窓会とかしたいね。しない。なんか何年に何回か同じ場所で集まらない。確かに、うん、3年ぐらい。でもさ、久しぶりに会った方が楽しくない？あー、確かに。誰が分かる？誰が分かる？そんなガラッと変わらない。確かに分かる。1年に1回は行った。それ言ったらさ、1週間に1回ってくない？あ、まだだけ。まだだけでした。いいけど、いいけど、いいけど、そうだけど、なんか久しぶり感欲しい。そう、なんか珍しくはないよね。そうそう、うん、え、どこにしよう、なんかどうする、どこら辺にする、どこで集まろう、どこで集まる、海外とかおしゃれじゃない？なあ、海外とかおしゃれじゃない？サバラさん、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 ダメだダメだ。え、でも楽なで運んでもらう。ああ、来ないなって待ってたら、おばあちゃん、パカラッ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 、やばい、やばい、うまーちゃん。集まりたい、本当に集まろうね、うん、本当に集まる、面白い。みんな何するんだろう、うん、70歳ぐらいになったら、70歳ね、ね、ね、まあ、でもなんか干し柿とか作りたい、なんか平和に、平和に、平和に、ジェットコースター、ジェットコースター乗って大丈夫、ジェットコースターも乗って、じゃあジェットコースターで楽しんで寝れないから、干し柿とか寝れないよ、楽しくて1日楽しくて寝れないから、あの干し柿を作るっていう。え、で次の日辛くならないの？眠いでしょ、だって朝。え、それはおばさんの時の今大丈夫、まあ、なんとかな、失敗されそうだ。体壊す絶対。そうだって、気をつけてみんな、ボーンね、面白かった。ね、楽しみだね、みんなの、なんか人生。え、なんか NCT じゃ応援しに行くのどう？それ70歳になったら、うん、公演見に行く、公演見に行く。ちょいで、ね、ねえ、やだ、やっぱりやだね、ごめんなさい。でもみんなでディズニー行きたい。あ、え、それ今70歳だし、70歳でしょ、ディズニー行くの確かに行きたい、なんかちょっと安いし、ちょっとおしゃれな、ね、シニア割り、シニア割り。70歳はちょっと足腰きついんじゃないか、ディズニーは。うそ、なのかな、もうちょい若く行こう。でもまだ分かんないよ、人生何があるか。40歳、とりあえず40歳でディズニー行く。32歳、一回今行こうよ、今とりあえず今行かないのに。そう、行きたいよね、40周年だよ、ディズニー。じゃあ50周年の時行こうよ。え、そうじゃん、10年後、うん、32歳。朝も10年後の話してたよね、ずっと。なんか私たち怖いね、10年後の話してた。でもちょうど良さそうじゃない、それ10年後ちょうどいいの、ちょうどいいの、健康健康的に、ね、連絡先みんな消さないで、分かる、当たり前。誰が一番キスと、この中ではるか、なんで、なんで、なんで、はるか、はるか、いや、さやじゃない、え、意外と、意外に、あ、でもうちはなんか消そうと思って消すんじゃなくて、そうそうそう、携帯変えて消えちゃいそう。携帯変えて消えることあんまないよ。あるよ、まあ私、いや、毎回消える。でそれでみんなに心配されたじゃん。引き継ぎすりゃいいじゃん。引き継ぎできない、できない、難しくて。ひのに頼む、ね、簡単だよ。え、それってさ、前の携帯が使えなくなったってこと？なっちゃえ、ボツしたとかなくしたとか、もう使わなくなった。機種変でしょ、機種変でしょ。だからそれはもう元々の LINE をできないの、できない、引き継ぎコードでできない、できないの。次は教えて。分かった、簡単だから。はないかな、自分から。分かる、自分からみんなが嫌になって消すことはない。絶対間違って、ま、間違ってね、消えちゃう場合がいる。全然違う。どれどれどれ、正解。もっと違う。
も伸びてくるからね。おもろいよ。でもそうよ。わかる。やっとよ。伸びてる。ちょっと。頑張らなきゃだよ。え、びっくりした。こっちから声聞こえたと思った。ヒノだった。ヒノだよ。面白い。やばい、これすっごい腫れてる。見たんだけどさ。見た。見ただけ、その後にその後に。ちょっと写真がされたいの。よかった、写真が撮れたい。ちょっと写真ください。面白い。やばい、ダメだね。やばい。やばい。確認して。やばかったよ、今のも。結構。やだ。可愛い。愛しい。なんか目パッチリ。面白い。あ、でもそうなりそうだね。そうなりそうだね。30年後あ、ね、そのようだかも。あの、下げる感じ。あ、そうなりそう。あ、みんなおばあちゃんになった時の顔。おばあちゃんになった時の顔。え、みゆかわいい。なんかさ、キャラクターにそう。みゆかわいい。戻そうやって。もっともっと。あんま変わん。あんま変わんない。全然変わんなかった。つら。変わんなかった。いや、で多分そこじゃないよ。なんかちょっと違くない？違う違う。多分ここ違う。メディ？あ、こうなりそう。こうなり。サチウスそうだから。こうなりそう。もともと釣り目だからさ。でもたるるよね、さすがに。よかる。たるむよね。みたいな。海の奥底に。海の奥底に。海の深海魚。わかる。そんなもんよね。そう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 。いや、おもろい
けど。ミュウはなんか。なんかはるか人参みたいな。悪口悪口。こうしゅるってなってて。引っ張られてね。うん。あ、そういうお面あるよね。でもね。あ、でもあんまりあれもなんかそこまで違和感ない。なんかここをさ、その何で喋りながらやんないなんかさ、姉みたいな。わかる。あのここがもう限界が伸びないの。限界なのそれ。そう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 。嘘。話して。やってやる。ああ。こういうインフルエンサー。じゃ触ってもいい皮膚。うん。わかんない。インフルエンサー。こういうインフルエンサーじゃない？インフルエンサー。インフルエンサー知らないわ。え、動く。え、まずなりたい。あ、待って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 、でも一番動く。すごい。これどころじゃないってこと？あ、すいません。ちょっと盛り上がりすぎちゃった。ちょっとお時間が。やば。え、今お時間だった？あ、なるほど。じゃあそろそろ終わりますか。すいません、終わります。ありがとうございます。私も帰るかな。ちょっとごめん、遅くなっちゃった。私帰んなきゃいけないかもしれない。すまない。結局めっちゃ、ね、めっちゃやっちゃった。めっちゃやっちゃった。すいません。豆腐の進化バージョン。家帰ってやるかもしれないけど、なんだっけ、もしかしたら豆腐の進化バージョン。豆腐の進化バージョンなんかもしれないから。なんだっけ、思い出せない。豆腐の進化バージョン。豆腐の進化バージョン。待って、急になんだっけ、気になる。豆腐の進化バージョン。ちょっともっと状況教えて。豆乳？違う、それをあのレベルアップ。え？湯葉湯葉みたい、これ湯葉みたい。なんでさ、豆腐の進化豆腐の進化バージョン。わかんないけど、まあランキング見ます。そうだね、じゃあマナからヒノの流れで。マナからヒノの流れ、こう、あ、ね、常連でしょ、いつも。じゃあ行きます。え、すごい、なんかじゃあ、はるかついてきて。はい、13位、ケイトさん、たかみんさん、いかっちさん、ひんじさん、くりあきさん、くじじいさん、ありがとうございます。12位、るるなさん、ぼんたかさん、ぶんせいさん、とっしーさん、いがのほじまるさん、ゆかおしじいさん、ありがとうございます。11位、えいたろうさん、すぐさん、なつめさん、ひいらさん、けおさん、昔からおじいさん、ありがとうございます。10位、ぎりたんしょうさん、でこっぱにさん、ふみのんさん、やっしーさん、いちぃさん、とおるさん、ありがとうございます。9位、ジャムのおじさんさん、ミスタムさん、シャカキュンさん、コアイガガラさん、ケティさん、埼玉高校屋さん、ありがとうございます。8位、パピコさん、ティダカンカンさん、てっちゃんさん、ナカさん、マサさん、ペラペラさん、ありがとうございます。7位、竹蔵さん、ヒラポンさん、しんいちさん、トシさん、松田さん、しんいちさん、え、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。でも48さん、たかしさん、かんくろうさん、しんいちさん、おおくさん、いぬくさん、ありがとうございます。6位、合ってる？ 5位、おやじ T52 歳さん、あったんだよ。5位、筆川さん、ゆららさん、ラーマさん、あきらさん、トッポキューさん、ありがとうございます。4位、あさだるいさん、りあさん、るきさん、きゃんくんさん、かましゃにさん、いちたさん、ありがとうございます。シャイ、シャイ、3位、あの時助けていただいたつるですさん、しんいちさん、ひよぽんさん、ぽんきちさん、こだてのかずやさん、べろさん、ありがとうございます。2位、しんさん、超海賊さん、きゅうりの漬物さん、なさあらさん、令和のひじかたさん、よしさん、あ、ございます、ありがとうございます。はい、1位はしましまさん、えちごんさん、よしさん、ほしーさん、ほしだことあいさん、とうこさん、ありがとうございます。ありがとう。明日は、明日はオンラインです。おしゃべり会です。オンライン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 です。皆さん、お待ちしてます。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。